ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。はい。ゆたかの視点3連戦を振り返る。はいはい。また来ましたよ。はい。これ暑いぞなー言うて言うとるわ今回は。あんで少しの迷いがあってね、少しの迷いからゲームを失うっていうこともあったしね。はい、ということでちょっと今日は、はい、音声に問題がないか不安ですが、はい、実はリモートで私お送りしてますが、はいね、大丈夫ですかね。ちょっと音声が割れたりだとかして聞きにくいところがあるかもわからないんで、まあそれはご了承ください。はい、お願いします。はい、一人で豊さん撮るとなんかちょっとねキャラが変わったっていうようなコメントもあったりしてそうだね。はい、だからまあ急遽リモートでということで、はい、お願いしますね。はい、はい、ということで まずは早速振り返っていきたいと思いますが、はい、はい、セ・リーグから、はい、こちらはあったね。まずジャイアンツが3連勝で勝ち越し、はい、阪神が2勝1敗で勝ち越し、はい、で DeNA が2勝1敗で勝ち越し、はい、ね、はい、はい、ということで、まあ、ヤクルトか巨人、ヤクルト巨人からちょっとお話をしていきたいんだけども、はい、巨人は若手堀田、山崎に続いて堀田という若手が先発してきて、まあ、結果から言うと、2勝目、4ヶ月ぶりの勝利を7回100球2安打という好投で、まあ、勝ち取ったというね。まあ、その中で、大城が先制のツーランだとか、ポランコが、4打数4安打2ホームランとかね、非常に打線の爆発も見たし、やっぱこう何よりも巨人はやっぱこうホームランで勝つチームじゃない、だからそういう野球試合展開に持ち込めたというのが非常にいいよね。巨人がやりたい戦い方ができてきたっていうことですか。まあそうだね。で、うん、ヤクルトの方は、はい、まあ小川がねちょっと失点を重ねたりだとか、まあサンタナ、オスナの満塁ホームランとか、はい、まあ出たんだけども、まあつながりがあんまり良くないかなっていうね、感じがした。ただ点差があって若手をちょっと投入したんだけども、そこでオスナーが満塁ホームラン、まあこれで打線が目覚めるのがちょっと心配だけどもね。村上選手のちょっと1日っていうか離脱があって心配したんですけど、すぐね、まあこれはね2戦目なんだよ。はい、2戦目でストップするんだけど、小沢直江という2戦目だったんだよね。この試合で4番村上が360試合4番を務めていたものがストップしてしまうと。まあしかし4番サンタナがね先制ホームランを打つとか、やっぱ打線とかは非常に状態というか、サンタナの状態はいいなというね。うん、うん、まあ、村上選手もコロナ陰性ということでちょっとホッとしましたけど、まあ倦怠感っていうかね、倦怠感で、はい、まあ、そういうものがあって、うんうん、ちょっと出場を見合わせたということだけどもね、まあ、3戦目には出てきたから、まあ、そんなに心配はないと思うけど、うん、あと直江がね巨人は先発して赤羽に危険球を投げちゃって退場になるんだよね。あ、はい、でも直江も結構良くて、まあ、悪くはなくてね、まあ、非常に巨人の若手が春先か躍動してたものが、はい、この夏場になってきて戻ってきてるなという感じがしたね。なるほど、うん、そうそう。でこの試合もポランコがホームランを打ち、まあ、ポランコが全打点を挙げるんだけど、その同点から1点をもぎ取るのに、まあまあ増田大輝というね盗塁のスペシャリストを送って盗塁成功、外野フライでランナーサードでポランコの犠牲フライで帰ってきたということなんだけどもさ、はい、これがやっぱり原監督のやりたいことかなっていうね。こういう野球をどうやって1点を取るかという野球をこうやりたかったんだろうね。やっとなんかここに来てできるようになってきた。ただ増田大輝がその後の守備でセンターフライを取ればゲームセットだったのを落球しちゃうんだよね。はい、うん、まあそれでヒヤヒヤもんだったんだけどもさ、うん、まあこの試合で、伊能がね、はい、まあ移籍後1勝を挙げるというようやくですね。まあようやくだね。まあでも、うん、
本人が一番ホッとしたとは思うけど、そうですね、うん、まあ、あのちょっと前のね、うん、4球すべてボールからすぐ交代させられたことを考えると、はい、まあコロナの影響でね、選手が離脱する中、うん、まあ伊野にチャンスが巡ってきたということで、うん、まあそのチャンスをものにしてほしいよね。はい、今後はじゃあ一つこう戦力として加わっていけたらいいなというところですか。まあそうだね、まあボールに力はあるしね、うん、あのしっかりストライクが取れれば、はい、まあそこそこのピッチングはしてくれるとは思うんだけどもね。で3戦目、はい、で原とシューメーカー、まあ2点を先制されるも、あのデッドボールフォアボールフォアボールで満塁になってサンタナがホームランを打ち、はい、逆転してくれるんだよね。で原ジムも非常に頑張ったんだけどもさ、はい、梅野がちょっとピンチを招いて、まあ田口が結局打たれる形になっちゃったんだけど、ちょっとヤクルトのその中継ぎ陣が今まで通りとはいかなくなってきてるかなという感じ。なるほど、うん、それと岡本がホームラン久々に出たね、うん、そうですね、うん、久々に打ち、まあ大城のホームラン、はい、まあ吉川が、田口から逆転のタイムリーという、はい、非常にこの3連戦を見てると流れができてきてるよね、はい、勝ちゲームを作るという流れができてきてる。それとこの試合を締めたのが大勢、はい、これコロナから復帰して、そうそう、15日ぶりの復帰ということで ね、 そうだね、はい、うん、だから非常に体勢も整ってきたし、まあ非常にあのジャイアンツはいい形になってきたよね。うーん、なるほど、うん、はい、はい、まあそういう3連戦でした、はい、で広島、阪神、はい、で広島第1戦大瀬良、阪神は西、まあ大瀬良が7勝7敗ということで、はい、まあ負けるんだけど、エースがやっぱ止めないとね。で打線も阪神より上回る安打を打ちながら、はい、つながりを欠くという、うん、で阪神の方は大山がコロナになって、はい、代役のロハスジュニアが、うん、まあ、ツーランホームランを打つとか、すごく選手層の厚さを感じるんだよね。なるほど、うん、でやっぱり締めるところは浜地とか湯浅が出てきて力のあるボールを放り込んでいくという、うんうん、だからすごくこう第一戦大山がコロナになって、うん、で代替でそのロハスジュニアが上がってきて、はい、でまあ先発で使ったらいきなりホームランを打つとかね、うんうん、だからすごく阪神はいい状態で回ってると思う。うーん、なるほど、うん、で2戦目、はい、アンダーソンと藤浪、はい、でアンダーソンの方はちょっとボールに力がなかったねこの時、うん、うん、だから阪神打線に捕まるんだけどもさあ、まあこの試合で西川が復帰したっていうことはすごく大きいんだよね。うん、で相手の藤浪、はい、ボールにこれは逆にアンダーソンとは違って力があるね。うん、力があるし、なんか外のスライダーがキレッキレで、はい、そのスライダーで三振を取ってたけどもね。うん、ただこの試合逆転を許すんだよね阪神が、はい、うん、で4点あったんだけどもさ、うん、逆転を許す結果になったのはまず 岩崎が出てきて、うん、ボールがやっぱ高かったということね。うん、岩崎の特徴っていうのは低めに来なきゃいけないんだけども、はい、まあ、だけどその低めに制球できず高めに浮く球をほとんど捉えられてたね。うん、で守備の乱れもあって、うん、まあ何でもないものをこうホームに暴投したりだとかいろんなことがあり、あの2点をこう返されるとかね。で中野のところに飛んだものが、まあ、記録エラーになったんだけどちょっとイレギュラーしてるんだよね、ポンと跳ねてる。それが後ろにそれちゃったんだよ。だからそれを前に落とすぐらいのことができればどうだったかなと思うけども、ちょっとこのプレーで勢いをなくすっていうのが怖かったよね。なるほど、じゃあちょっとミスからこう、うん、相手に流れがいくような形になってしまったっていうことですね。そうだね、うん、でゲームを失ったんだけど、はい、まあ
そのサヨナラを打ったのが、まあ、秋山ということでね、はい、やっぱさすがだね。そうですね。やっぱこういう流れに乗ってきた時っていうのはやっぱ彼は逃さないね。だからすごいなと思ったけども、やっぱ阪神はすごくもったいなかったね。で3戦目ガンケルと、はい、遠藤の遠藤とガンケルの投げ合いか、はい、ロハスジュニアがまたホームランを打ち、ロドリゲスも打ち、まあ島田のタイムリーでこう勝ち越すというね、はい、秋山とこう西川が、まあ、ホームランを打ち、まあ、広島にすごく昨日の流れを持ち込んでんなっていう、やっぱり連敗を止めてああいう試合をひっくり返したという流れを持ってるなっていうふうに思ったんだけども、はい、やっぱこう森浦が、まあ、中継ぎだな、森浦が打たれ、まあ、昨日の勢いがつながらなかったということなんだけどもさ、でもう一人阪神のケーラーというピッチャーが、はい、岩崎の代わりには抑えに来るんだけど、はい、まあ、きっちり抑えるよね。だからここら辺やっぱこう、まあ、広島の選手層というのは野手はそんなに変わらないと思うんだけども、だけどやっぱピッチャーの層っていうのは相当やっぱ厚いね。だから阪神は昨日のおとといの負けを引きずらないで、はい、まあ、昨日のゲームよく勝ったなっていうね、なるほど、そういう試合だった、そういう3連戦だった。はい、で中日対、DeNA で初戦大野と大貫が投げるんだけども、大野の勝敗が4勝7敗になっちゃったんだよね。で一方大貫が8勝ということ、はい、まあその中でやっぱ外野の守備がひどすぎる中日は、レビーラがねやっぱこう、はい、フライを目測を誤り、まあ取れるボールを取れないとか、はい、ドームとかではすごく珍しいことなんだけども、だけどレビーラの守備はちょっといただけないな。ただ岡林が大貫の当たりをライトゴロにするとかね、はい、非常にいいプレーもあるんだけどもさ、はい、そういう、ね、落球というか目測を誤るというか、そういうプレーが出てくるとやっぱピッチャーも持ちこたえられないよね。で大野はやっぱりいけないのは左バッターに打たれすぎる、そういうところが少し勝てない原因かなっていうね。で一方大貫は中日に対して3勝0敗、はい、防御率が 1.53、 まあ逆に中日が外野の守備がもたつくと、DeNA の方はまあ桑原のファインプレーとかさ、超ファインプレーとかで助けるというね。だからまあ、はい、守備と相性の差が出たかなっていう、そんな試合だったね。なるほど、はい、はい、で2戦目は小笠原と、坂本、はい、でレビーラは打つよね、守備は悪いけど打ってくれる、うん、まあ2本かな、点には絡まなかったけど2本のヒットを打ったりだとか、まあ打つ方で貢献しようとは一生懸命してるよね。ただ中日はその得点圏にチャンス、得点圏のチャンスにまあ1本も出ないというね、チャンスは作るけど5イニング連続の得点圏があったんだよ、そこで1本出てたらその試合は勝ってたと思うんだけども、だけども得点圏で1本出ないというね。なるほど、で DeNA の方は坂本から京山、入江、山崎ってつないでいくんだけど、はい、この中継ぎ陣がもう頑張ったよね。ゼロに抑えて牧が決勝タイムリーを打って、はい、まあ、中日の守護神であるマルティネスに初めて負けをつけたというね、まあピッチャーが頑張り4番が頑張ったという試合だったよね。で3戦目、高橋宏斗とロメロ、高橋はまあいいね、まっすぐが、まあ四球が多かったんだよ、4四球という6回で4四球、はい、だけど6回を無失点に抑えるというね、まあ4勝目を挙げるわけだけども、まあやっぱまっすぐに力があるということがバッターにもう浸透してるから、なんて言うんだろう、変化球で三振を取れるようになってきてるんだよね。だからこれはすごく大きな成長で、はい、まあいい感じだなっていうふうには思った。
でレビーラがあの先制タイムリー、うん、うーん、まあ岡林がホームで刺すとかね、はい、で若手のその石垣のスリーランで勝負をつけるという、うん、やればできるじゃないかっていうような試合をやってくれたんだけどさ、はい、うん、まあだけど DeNA の方はやっぱちょっとバッティングが低調になってきてるかなっていうね、うん、うん、まあゼロで抑えられるんだけども、まあ高橋ってすごくいいピッチャーだし、はい、そう簡単なピッチャーではないけども、まあゼロに抑えられて、まあ、三振も、まあ、変化球は全く合わない変化球、あの三振が多くてね、はい、うん、まあつながりを欠いたという3戦目だった。で若手が躍動、そうですね、あとあれですね、 DeNA の方はあの怪我人が出てしまい、ああ2戦目に関根選手が骨折をしてしまいました。まあそうだね、はい、まあ関根もちょっとスパイスの効いたプレーをしてただけにね、今年ちょっともったいないね、でちょっと心配な抹消がありましたが、はい、で、はい、まあ総括すると若手が躍動、非常に巨人の投手陣、頑張ったしね、うん、うん、なんか若手が躍動し、はい、ホームチームが全部負けるという、ね、ホームの利を生かせないというね、まあこれ面白い結果になったけども、うん、まあそういう3連戦でした。はい、はい、では次パリーグいきます。はい、はい、はい、結果はこちらになります。西武が2勝1敗で勝ち越し、ソフトバンクが2勝1敗で勝ち越し、はい、オリックスが2勝1敗で勝ち越し、そうです、はい、はい、まず西武対ロッテ、今井と石川がの投げ合いで、で今井が佐藤俊也にスリーラン打たれて先制されるんだよね。ただその後はずっとこう抑えていくんだけどもさ、はい、まあ、山川の一発のホームランでちょっと流れが変わりだしてゲームが動き出すんだよ、はい、それまでその石川というのがすごく良くてね、うん、で、まあ、チャンスをつかんだのはゲレーロが出てきた時、ゲレーロってクイックができないんだよね、なかなかね、で投げ方も大きいからさ、で体も大きいし、でそこで殿崎が走って、うんうん、ね、で塁を進めながら、うん、殿崎が三塁行った時にゲレーロがワイルドピッチをし、まあ、同点に追いつくんだよね、うん、すごく西武らしい野球、山川のホームランがあり西武の足を使った野球ができたということね、うん、で延長10回に川越が、はい、サヨナラホームランを打つという、そうでしたね、うん、前日のその中村に続くサヨナラホームランという、うん、うん、だからすごく西武らしいなんか野球が見れたなという感じがした、はい、で石川好投はするんだけどもさ、勝ちがつかずということ、はい、まあ佐藤のスリーランだけでさ得点は奪えなかったんだけども、チャンスがなかったわけではなくて、うん、6回までに11残塁を食らってんだよね、だからすごくチャンスはあったんだけど、やっぱバッティングがちょっとなっていう、うん、なるほど、つながらないなという感じがしたよね、はい、はい、ただやっぱ西武はその山川が大きいのうち、ね、うん、決勝点も大きいので取り、でも同点に追いつくときは相手の弱点をものすごくついていった、本当になんか西武らしい野球が見れたなというね、なるほど、はい、山川選手はロッテ戦5試合連続のホームランということで、うん、なかなかロッテに対してはロッテは手強い相手だよね、うん、うん、はい、2戦目は与座、小島、はい、小島か、ね、はい、の投げ合い、まあ、山川の先制のホームラン、はい、うん、で途中ノーアウト満塁があって、山川、中村、オグレディという3人が打席に立つんだけど、はい、そこで1点も取れなかったんだよね、うん、まあ小島も頑張ったんだけど、まあそういうことを乗り越えて小島が調子を取り戻すんだよ、はい、で2戦目の時なんかは与座っていうのはもうアンダースローで非常に打ちにくさがある、うん、ランナーサードで荻野がプッシュバントするんだけど、まあそのぐらいやっぱこう打ちにくく得点しにくいというね、でも荻野があのベテランが
そういうことを考えてプレーをするっていうのはなんかすごく執念を感じたんだよね。うん、で、まあ、チャンスの時に、まあ、終盤エチェバリアに変えてレアードが逆転のツーランホームランで、まあ、小島に勝ちをつけるというね。でもこの試合は小島の気迫というか気持ちが本当にこもってた試合をやったね。うん、だから小島のピッチングは見事だったなっていうのと、やっぱこう与座を途中で変えたんだよね。まだいけるのになっていうところを変えてちょっと流れが変わっちゃったね。で逆転を許すような形になっちゃったね。で3戦目エンスと森、まあ山川のスリーラン、また山川ですね、スリーラン。はい、4回6点を取って、まあ、一気に試合を決めたよね。はい、まあ、その中でやっぱ源田、森、川越などがもう当たってきてるし、まあ、打線はやっぱこうつながってきてるなっていう。で足も加わってきてるし、まあ、さらに西武はなんか、まあ、小島にはやられたけども状態は上げてるかなというね。はい、で一方ロッテはやっぱ森が軟調だわね。4回7失点ということで、はい、まあ、3戦目終わるわけだけど、まあ、この中でマーティンがホームランを打つんだよね。はい、うん、でずっと2軍にいて、まあ、ちょっと前に上がってきたんだけども、はい、まあ、ロッテの方はマーティンにホームランが出たということがね、ちょっと唯一の救いで収穫かなっていうふうに思うよね。なるほど。はい、はい、でソフトバンクと楽天戦、はい、ね、杉山、滝中というね投手で始まるんだけども、はい、まあ、滝中は非常にソフトバンクに相性が良くて、まあ、初戦の先発を任されたんだけども、この日はねやっぱコントロールが悪いね。1回5失点ということ、はい、それと楽天のその初回の攻撃で走塁ミスばっかりがあるんだよね。で、まあ、1、3塁からボテボテの1塁ゴロを西川3塁ランナーが突っ込んできて、はい、まあ、ホームタッチアウトとかね。で島口がヒットを打つんだけども、セカンドランナー小深田が打球判断が若干遅れたんだよね。それでサード止まってるんだけど、はい、1塁ランナーの浅村がサードを狙ってるというね。ちょっとバタバタしてて、それで先取点を結局取れなかったんだけども、まあ逆にソフトバンクはやっぱそういうことから2点を先制するんだよね。だから流れは完全にソフトバンクに、やっぱそういうミスが出るといってしまうというね。でその中でデスパイネと中村がホームランで、7回の回のタイムリーで勝負を決めるというね。だから非常にミスが出るともったいないよね、楽天はね。ただ島内が2本のホームランということで、はい、まあ、気を吐いたというゲームだったね。うん、はい、で2戦目、はい、武田翔太と田中のマー君の投げ合い、はい、まあシュートと川瀬などですぐ先制をするんだよね。だけど島内のタイムリーで同点ということ。ただ5回のノーアウト1・2塁、マー君がピンチになるんだけども、甲斐がねピッチャーと1塁の間ぐらいにバントするんだけどさ、それをお見合いして内野安打になっちゃうんだよね。でこのミスが出てからはい、ガタガタっと崩れて一気に勝負を決められるわけだけども、はい、やっぱ1戦目2戦目とやっぱミスを引きずるよね。まあミスは引きずると思うけども、まあそういうことが非常にこう勝敗を分ける結果になってるよね。で一方ソフトバンクの方は408日ぶりの、はい、武田翔太が勝つという。はい、でソフトバンクなんと9カードぶりの勝ち越しを決めるというね、この時点で。はい、なかなか長いこと勝ち越しはなかったですね。まあそうだね。まあだけど、効率的に点も取ってくれたしね、はい、まあ非常にいい試合で、武田はその日非常に縦のカーブが、昔縦のカーブで非常に勝ったピッチャーなんだけど、
縦のカーブが切れてたね。うん、だから好投につながったと思う。はい、なるほど。で3戦目、はい、和田と藤井、はい、まあ5回、まあ、3失点で和田が降りるという、はい、で自慢のソフトバンク中継ぎ陣、まあ、椎野がやっぱ 3点取られるという、うん、秋吉も1点を取られて打線は11残塁というね、うん、ちょっと打線もつながらなかったし、はい、まあ、ソフトバンクのその系統というものが、まあ、うまくいかなかったよね、はい、うん、ただその楽天の方は、まあ、島内の2打点、はい、岡島の5打点というのが光ったね、はい、藤井から宮森につないだんだけども、はい、まあ、プロ入り初勝利を挙げるという、はい、まあ、そういう試合でした。はい、はい、でオリックスと日本ハム、はい、まあ、オリックスの方は竹安で日本ハムの方はポンセ、はい、ね、まあ、オリックスの方も打線がいいのか悪いのかわからないのはノーアウト満塁になって紅林がゲッツー打つとか、はい、なかなかこうチャンスをものにできないことがあるんだけども、まあ、やっぱり主軸が打つよね。吉田が打ち杉本が逆転のスリーランを打つというね、はい、うん、で今川は日本ハムの方は今川が先制するけども、うん、まあ勝てないという、まあ谷内とかね、下位打線に入って頑張ってるんだけどもね、まあ、なかなかこう打線がつながらなかったら厳しいなというね、まあ、そういう初戦でした。で2戦目は東で田中というピッチャーなんだけども、まあ吉田が全打点を叩き出すというね、うん、まあその中に、ツーランホームランがあるという、はい、でその試合の中で杉本がデッドボールを食らってね、はい、あわや乱闘という、これ2打席ぶつけられたんだ。そう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 、うん、いやそれでまあやっぱ怒るわね誰でも、うん、そら怒るよそんな当てられたら、はい、まあインサイド攻めるのはいいけどさ、はい、でも当てられたらやっぱちょっと怒るよね、はい、でちょっと感情的になったんだけど、まあその時にビッグボスが出て行ってね、はい、こう杉本悪かったとね、ごめん、はい、ちょっと収めてくれということで、会話の内容もちょっと記事になっていて、うん、攻めるしかないので好打者だから攻めるしかないので許してくれみたいな感じだったみたいですけど、でもまあその通りでもはっきりそういうふうに言えるというのはね、まあビッグボスのいいところでもあるし、うん、そうですね、うん、だからああやってやっぱ監督が頭を下げに来たっていうことは、うん、ね、杉本もやっぱり許すしかないしね、ねえ、もう杉本選手も、うん、あ、ビッグボスだってちょっと、ね、そういうふうなコメントになってたみたいで、まあまあそうだね、うん、それはそうですよね、うん、で日本ハムの方はまた今川で先制するけども、はい、まあいいところがないんだよね、うん、でその試合東が5連目で初勝利を挙げるという、はい、まあそういう試合だったよね、はい、で3戦目、中村と根本、はい、ね、オリックスの方はまあ初戦にゲッツーを打ってた満塁で紅林がホームラン打つけども、はい、打線がつながらないというね、うん、まあ中川吉田は良かったけどもその後に打つ、まあ、杉本宗が、まあ、ノーヒットに終わって打線がつながらないという、はい、ただ日本ハムのその根本、はい、6回3分の2を投げて1失点、まあ、97球を投げたんだけども、やっぱこのピッチャー投げっぷりがいいね、はい、うん、で前回ももっと投げたいっていう風な感じがあったんだけど、はい、変えちゃったんだよね。だけどこの日は粘れるだけ粘ったみたいな感じで、ただ本当に打者に向かっていくし、うん、非常に好感の持てるっていうかね、そういうピッチャーだよね、うん、根本って。でその中根本を援護したのが清宮であり、はい、下位打線の梅林、はい、谷内ということでね、うん、まあ、特に下位打線が非常に頑張った試合で、はい、まあ、一つ勝てたというね、はい、まあ、そういう試合です、はいはいはい、パ・リーグの方は主力の活躍、はい、打高投低になるのか、今までは投高打低だったんだよね、はいはい、そうですよね。だけどねこの勢力図が少しバッターの方に傾きかけてるね、うん、なるほど、やっぱね、全体を通してもそうそう、こう
打率的にも低くて、うん、っていうところがあったのがそれが逆になってきつつあるということですか。そうそうそう、だから、うん、まあ今言って気がついたと思うんだけど、まあ山川がロッテから5試合連続のホームランだとか、はい、島内がホームランを打つとか2ホームランとか、はい、そうですね、ね、まあいろいろ言ってきたと思うんだけど、杉本が逆転スリーランとか、はい、うん、これね、だいぶね、打者たちが頑張り出してきてるね。だからこれからは打撃戦が行われるんじゃないかっていうような、うん、そんな感じがします。それには何か理由が、それはね、やっぱね、うん、暑いなということ、暑いぞな、暑いぞな、暑いぞな、うん、やっぱね、暑さがあって、うん、ちょっと疲れてきてんじゃないかなっていうような気がするね、投手陣が、はい、はい、まあそういうことが原因で、こうなりました。順位表がこのようになります。はい、はい、これちょっとね、阪神が 8.5 って迫ってきてるよ。そうですね、うん、で、巨人も広島の板上がってきてるし、はい、ね、で、ちょっと差が出たね、西武と。そうですね、3ゲームになっちゃった。まあそこの下はあのやはり混戦模様ではありますけど、まあそうだね、はい、はい、で、まあセ・リーグの方は影が見えた、影が見えた、うん、セ・リーグ影が見えたっていうのは、はい、ヤクルトが逃げてる影が少しずつ見え出してきた。あ、そういうことですね、背中が見え出したということですか、うん、だからね、尻尾じゃないんだよ、え、まだ影なんだ。なるほど、姿は見えないけど、うん、影は見えてきてるという。そう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 、そういうこと。はい、で、まあ、パ・リーグの方は少し開いたパ、ね、うん、3ゲームというね。なるほど、うん、だからまあこういうことにはなってるけど、まあ、パ・リーグの方は本当に目が離せないよね。うん、そうですね。で、広島もうちょっと頑張らないとこれ置いていかれる状態になってくるよね。はい、まあロッテももうちょっと打てないとこの順位は上がってこないだろうし、そうですね、はい、はい、まあまだまだね、うん、目が離せない、状況の中、ね、リモートで参加してくれた、ね、すいません、なんかこうね、音声があまりよろしくないと思うんですが、うん、最初のうちなんかプツ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 言ってたかもわからないけども、うん、まあちょっと初めての試みだから、まあ許してくださいね。はい、はい、それではまたの3連戦をお楽しみに。はい。